衰えの知らない手際の良さ。その働きぶりに誰もが驚きます。池田絹さん、大正13年生まれの御年97歳。池田さんは現役の看護師です。三重県津市のサービス付き高齢者向け住宅で働いています。ここに就職した時には88でしたんさ。もう 2,3 年ね、看護婦で最後 の仕事をして、それでもやめようと思って、そのつもりで来たんですけどね、10年経ちました、看護の世界で働き始めたのは19歳の時。太平洋戦争中、日本軍の看護要員として兵士たちの手当をしていました。命を守る仕事にやりがいを感じた池田さん、終戦後は地元三重県に戻って結婚。二人の子供を育てながら看護師の仕事を続け、総府長も務めました。目覚めました？今の施設で働き始めたのは10年ほど前。これは5年前に池田さんを取材した時の映像です。この頃は週に4日働いていた池田さん、入居者の部屋を行ったり来たり、とても92歳とは思えない働きぶり。休憩みたいな死はしませんが。あれから5年、97歳になった今も現役です。ここまで看護師として働くと思ってましたか？な、全然思ってなかったじゃない。今は週1回から2回の半日勤務になりましたが、それでも痰の吸引など医療行為が必要な高齢者が多いこの施設で、他の看護師と同じ内容の仕事をこなします。おはようございます。寒いです。寒くない？ほとんどの入居者が池田さんの年下。こちらの女性は78歳。食事ができないため胃に通したチューブで栄養を補給します。手際の良さに衰えは感じさせません。きちっと仕事ができるかなって、それが一番気につけて、自分がねパッパッと動けるんやったらよろしいけどね。若い看護師たちと同じようには動けませんが、正確さは負けていません。休む間もなく次の部屋へ。何歳でしたね。ストレッチや全身のマッサージも池田さんの仕事です。この方はね、耳が聞こえませんの。女性は89歳。耳が遠いため、必要なことは紙に書いて伝えます。ありがとう。一人一人丁寧に向き合う池田さん。ご苦労さんやな、おばちゃん。ご苦労さん。入居者にとって心強い存在です。あの年になるまでな働いてやろう、それが偉いよ。看護ステーションに戻ると、紙にメモした血圧や体温をスマホで入力。36度4分36度4分。しかしその使い方には慣れないようで。
あかんが。これ。あれ、突起事故になってしまった。これの使い方がようわからんな。悪戦苦闘しながらも、後輩の看護師に教えてもらいながら、最後まで自分で入力します。そんな池田さんの働きぶりに後輩たちは、ある程度こう年齢が来るとそれでいいかっていうことになってしまうけど、その新しいことを吸収しようってだからすごく前向きなので、いろんなことにすごいですよいやもう本当に尊敬しかないです。いつまでも元気で仕事するっていうことがあの年齢ではやっぱりすごいのかなって。別の日、池田さんは歩いていました。仕事がない日は散歩するのが日課です。やっぱりね、年いくと足が弱りますね。静岡に足をね、やっぱり鍛えんとあきませんよ。人に頼らんと、あれしてこれして頼まんでも自分で動けるということが大事やと思うんですね。アパートに一人で暮らす池田さん。2ヶ月前に引っ越してきたばかりです。目たちに迷惑かけんのもあかんし、それまでは姪が隣に住む一軒家に暮らしていましたが、売却。家族に迷惑をかけたくないと、人生の最後を迎える前に身の回りを整理したといいます。これだけは持ってきたんですよ、私。主人のが一番前。23年前、胃がんでこの世を去った夫の一郎さん。それからずっと一人の生活です。今心の支えになっているのは、本当にいろいろといただいて。これ全部いただいたお手紙ですか？そうそう、うん、ファンレターです。実は池田さん、去年11月に自伝を出版。タイトルは死ぬまで働く。一生涯貫く仕事を持てたありがたさ。働く上での考え方などを綴ったこの本、読者から感想が届くようになりました。なんかもっと働きたいなって思ってみる方がね、たくさん見えるということはね、それでそういう人たちにはある意味で一石になったのかなと思う、うん、そこで、そやから一日に一人書くのがやっとかさ、もらった手紙には必ず返事を書くことに決めています。ちょっとね、服はな、服に。働き続ける池田さんにとって、読者からの声は励みになっていますが、最近は本当に気分が重い勤まるかなっていう、健康的にね。やっぱり途中で座らないとちょっとしんどいですか？そうやな、ちょっと一服したいですね。長時間立ちっぱなしの看護の仕事、年を重ねるにつれ体力の衰えを感じているといいます。退職願い書いてあるんですまだ言う、まだ言うと書いてあってもよさ。皆さんに迷惑かけてまでね、勤めるということは良くないことやし。これまで 3,4 回出したという退職願い。他の看護師たちの足手まといになりたくないという思いからです。動けなくなったら辞める、その覚悟はできています。本人がそう思ってるだけで、私たちがいれば十分働けるんですよね。
無理やり働かせることはもう働かすってことはもちろんないんですけども、お体が元気なうちはこう関わってほしいなと思いますし。池田さんも求められる間は役に立ちたいと考えています。この袋が少なかったもんで、ちょっと袋だけ作っとこうかなと思います。仕事の手が空くと、処置に向かう他の看護師のためにカット麺を入れる袋などを準備し、陰ながら支えます。お仕事はな、やっぱりぼさっとできませんから、それでやらないかんことを探して、時間内できちっとできるように。仕事中は手を休めない、97歳になっても変わらないポリシーです。そんな池田さんにとって働くとは。出てばっかおるから、うちにおるとすごくね、なんか取り残されてるような感じがして、出てみんなと一緒に話しながら動きながら、そうやって仕事をするっていう環境がいつの日間にか合ってるようになったんですね、うん、もう2年で100歳ですけど、うん、な生涯現役で、でももうよろしいですわ。長いことお勤めさせていただきました。うん、こう話しながらも、今日も入居者と向き合う池田さん。ないしよろしいな。看護一筋80年、目の前に仕事がある限り働き続けます。